若殿、鮫島平馬でござる。刺客はすべて切り捨てでございます。ご安心くだされ。俺には敵も味方もないんだ。城へは帰らん。俺はもう政をする気はないんだ。下がれ。
こっちはな、ピーってストップへ吹きゃ仲間には30人からの野郎がいて、断片は光らして飛び込んでくんだ。ジタバタすった命ねえぞ。吹いてみろ。なんつったんだ。え、その予備校を吹いてみろと言うんだ。なら俺を素人だと思ってんな。おい、行け。おいらの矢探しは猫もしなさい。そうか、遠慮いらんから、すぐやってみろ。どうだ、びっくりしたか。なめんじゃねえぞ、クロート。なんとか言ってやれ。聞こえねえのか。いいか、ここを動くと命ねえぞ。わかったか。寝ろ。で3日だ。冗談言うな。人間3日食わなきゃ死んじまうぜ。高いじゃんか飯。おい、あ、米もねえのか。俺は驚いた。おめえ一体何者だよ。おい泥棒。はい。何しに来た。え、おいらも腹は減ってたんだよ。でちょっと夜露でもしのごうかと、そう思ってよ。お前も俺の命か。欲しければいつでも取れ。泥棒の真似だとせんでもいい。どうせ俺は変わってんな。おめえ何言ってんだ。これは帰る。おめえずっとここにいるのか。落ち着かなくて。じゃあ蹴る。あ、いや、thank you.
飯はすぐ炊ける。味噌汁も作る。おいら、デンクロっつんだ。デンクで。ねえ、名前は？ノブだ。ノブか。よし。さあ、ノブさんここに座んね。さあやんね。どうしたんだ。なんで食わねえんだ。いや、食わないことはないが。遠慮することだよ。人間三日食わなきゃさらいか。それはいけねえよ。たまったもんじゃない。いけねえ。おめえあれか、この米も味噌もおいらが盗んできたってそう思ってんだろ。冗談じゃねえよ。おいら店に切って買ってきたんだよ。嘘だと思うなら気づこうよ。下のザクロのあるうち、この石臼みてえな太ったかみさんのいる、ちゃんと買ってきたんだよ。冗談じゃねえよ。すまん、俺が悪かった。それでは地層になる。おう、その方がいいや。やめ。梅が咲いてたもんで、ほんのりと綺麗だった。やめ。ごめん。おめえ親兄弟いるのか。父か。そうだな。二十歳になるまでは数えるほどしか会ったことはなかった。困った親父だな。兄とは定まった日に挨拶に行くので話もしたが、姉と妹とは名前を聞くだけで顔は見たことがない。母は健在だと思う。だと思うって、ややこしいうちだな。いや、
さん、あれかい、江戸ってのは知ってるかい。いいらしいぜ、にぎやかで。今度連れてってやる。お俺ら親父は大酒飲みで酔っ払って川へはまって死んじゃった。7つの時だ。それからしじみ売って歩いた。おっ母は13の時だ。流行り病で持ってかれちまった。みなしごで。それからっていうものは、おう、子守から始まって石や左官、車屋に、まあいろんなうちに小僧に行った。ほんで信さん、おいら25の時でカカアもらったんで、これがおいらの仲間集めちゃ毎晩博打、酒盛り、どんちゃん騒ぎだ。二人っきりで夜過ごしたのは二日か三日だよ。たまんねえよ。それが二月も経たねえうちにおいらの仲間と一緒に逃げちゃって、これが笑っちまうじゃねえか。その仲間ってのはもともとの女房のこれだったらしいんだよ。詳しいって。じゃあ一体お前は何だったんだ。それがよくわかんねえんで。ほんでその次が次もあるのか。31の時、今度な、働き者だがこれが口やかもしてえれえケチなんだよ。腹から3度の飯2度だぜ。朝飯抜きだよ。おいらフラフラで頑張って、したらへそくりから一切合切持って逃げちまう。やっぱり逃げちまう。ひどい目にあったな。だけど野口さん、ああ三度目の正直ってな、世の中あるもんだぜ。三度目もあるのか。あ、車屋の親方の世話でかかわもらったんだよ。これは顔はこうひどかったけど気持ちは本当にいいやつだって。お腹に赤ん坊を払うんですって。おいらの子だぜ。本当に幸せだったおいら。ある晩祭りの夜店へ行って有頂天だって。風車が欲しいって言うからおいら買ってやってふっと振り向いたらスーッとだよ。おいらの目じーっと見つめたまま棒みたいに倒れてきやがった。人違いだったんだぜ。おかわしから逃げた女郎と間違えられて地回りの野郎に刺されて殺されたんだよ。のことってあるかい。たまんないぞおいら。おいら今でもよく夢見る。本当にいいやつだった。あ、退屈かこんな話。いや、そんなことはない。あ、土壌汁食うか。土壌汁。なんだ、土壌汁も知らねえのか。苦労して育ってんだなお前も。どうかい。あ、これだ。
坊主やる。持って帰れ。帰れ。ありがとう。でけえな。ノブさん、来な。俺はじゃねえよ、土壌取りに来たんだよ。入んなきゃ、ほら。そうなんだが。おもろいぜ、はい。食べ抜いて。こんなうまい晩飯は初めてだ。本当か？俺らなんかしょっちゅうだぜ。野宿してると。いや愉快だな、伝九郎さん。土壌取りってのは面白いもんだな。面白いだ。ドロンコになって。俺はお前が羨ましいよ。いやだにゃよ、しみったれたもんだ。ただノブさんよ、俺ら本当に久しぶりだ。こんなのんびりした気分。よかった、おめえに会えてよ。泥棒。そんなしょっちゅうってわけじゃねえんだよ。それやめとけよ。飲め。飲めねえんだよ俺。飲めよ。いや本当に飲めねえから。飲むさ、行こう。グッてこう。土壌汁で一杯だ。ノブさん、気をつけな。世間は世知がれえぜ。ほんと不倫情でずる賢いのが多いや。俺らなんか困った救われ同士だった。忘れろ、みんな忘れろ。そんで向こうがそうならこっちもこうと、すきっ腹でフラッと入ったのがおめえの化け物屋敷だよ。うまくいっちゃったよ。よかった。化け物。お前俺をバカにしてるんじゃないのか。いや、あの屋敷がちょっと。なんだ屋敷。ちょっと乱れてったら。飲め。いやいや、まあ、俺も本当に飲めねえから。飲めるよか、その顔は。いや、顔で飲むんじゃねえだろ。おいおいおい、この先が飲めないって。おいよ、ほら、お飲め。飲めねえんだろ。飲めるよ。いや、ほら、腰抜かしたことあんだよ。飲めるよ。悪い酒だな、おめえ。困ったな、これ。若殿様。若殿様。ちぐさでございます。鮫島平馬の妹、ちぐさでございます。大殿様が。大殿様がご他界にございます。父上が。はい。わあ、そんなこと言っちゃ悪いぜ。わあわあ、とにかくああいう珍しい奴もいるもんだぜ。だけどな、
本当人間ってのはおかしなもんだよ。育ちってのは必ず顔に出るもんだよ、うんうん、するとなんだな、おめえなんざよっぽど不思議な育ち方したもんだな。まあよ。あれ、おい、うん、だってそれどういう意味だよ。あ、ごめんごめん、俺なんか変なこと言ったかな。言い過ぎなんだよ、てめえは。立つよ、ほら、デンクの顔見てみろ、お前。一人前の顔してたろ、な、言わずに、な、ほら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 、似たような面して、何バカなこと言ってんだ、このバカ。あ、似てる、上品な顔してんじゃろ、似てみろ、お前。見てよ、その野郎、どういうやつだ。変わった野郎。見たことないよ、こんな変わった野郎。だけど、どことなく品があるんだよ。この品のいいとこがおいらの気分と合うんだよ。いや本当、いや食わしてやりてえなとおいらが思うんだもん。本当だよ。そんなことしちゃ大変だな。その野郎ガーリーゾーにしてしまえ。そうだな、無理無理無理。エレノッポだよ。トロイだよ。トロイか、おめえと一緒だな。この野郎。どうしたんだよ、今夜。なんかあったのか。いや。飯がまずいならまずいって言いやいいじゃん。何怒ってんだよ。少し考え事してるだけだ。あ、そうかい。俺らが邪魔になったのかい。よし、おしめえだ、二人の中。伝九郎さん、二人でどこか行くか。どこでもいい、出て行こう。江戸でもいい、俺を連れて行きたいと言ってたな。そうか、やっぱりもうおしまいか。もう一遍言ってみろ。もうおしまいか。か、その前江戸でもいいか。もう一つ前、二人で、二人でどこか行くか。か、悪くねえじゃねえか。おいノブさん。だけどよ、これせっこたねえんだよ。ノブさんの体が良くなって、そういう気分になった時でいいんだよな。俺は体は丈夫だよ。いや、そうは思えねえんだ。お前相当病んでる。どっか相当痛んでる。俺なんか確かなんだよ。そんな風に見えるか。見えるんだよ、おいらにゃ。ああ。城へは帰らん。嫌だ。誰が勝ち、誰が負けようと、権力の座がどう変わろうと、俺にはもうそんなことは興味がない。いいえ、成信様こそ大殿様のお跡目をお継ぎになられるお方でございます。梶田十右衛門様、そして兄平馬、切腹いたしました。平馬が今しかございません。何とぞ、何とぞお帰りくださいませ。恐れながら今日までのお暮らしぶりを陰ながら見てまいりました。
そして今日という日を待っていたのでございます。殿、何とぞお帰りくださいませ。お見忘れでございまするか。室久左衛門にござりまする。お迎えに参りました。我が殿、梅津七万五千石のためお立ちくださいますよ。殿、俺に構うな。千草にもそう申したはずだ。この三年の我が殿のおいたわしいご日常をお聞きし、この胸を張り裂けんばかりにござりました。俺が飢えていたことも聞いたか。はい。泥棒に食わせてもらってることも聞いたか。その者とのお暮らしぶりが御意に召されたというご様子まで全て承知いたしております。伝九郎の足を止めたのは知れざるように手を回し、地銀も多く与え、役もつけ、今後とも当地に長く滞在し、身の立つように取り計らってござりまする。俺は嫌だ。お前たちの操り人形になるのはもうごめんだ。俺は人間らしく生きる。殿、お家のため、ご政道向きを立たすため、ひいては七万五千石の領民のため、ようやく今日という日が参ったのでございます。今日という日のためにみんな命を投げ出して働きました。わが殿、あなたはそれらのものを見捨てご自分一人安穏に暮らしたいと申し召しますか。領民には領民の、侍には侍の、藩主には藩主の。若殿、今は亡きお殿の父上のご意志を無駄になさいますわ。殿、のぶさん、酒、酒だよ。のぶさん、するためで、これはオイラの役目で。いや、今日は俺がするよ。いや、冗談じゃねえ。天気が変わるや。わけがあるんだ。わけもクソもねえよ。オイラの役目だって。いやいやいや、もう済んだぞ。よ、これで出来上がりだ。
飯も炊けたし、魚も焼いてある。あ、足やれ。飯にしよう。そこへ座れ。いいから座れ。だっておめえ、はい、お嬢は、うん、ああごめん、なかなかどうして大したもんじゃねえか。うん、飯もちゃんと炊けてる、魚もおお上出来だ。でセリが出てくる、これびっくりしたね。俺大好きなんだよ。ああいい味だ。初めてだこんな味付け。おお、そう褒めるな、まぐれだ。さあ飲め。いやだ、言ってくださいな。困ったんだ。そうだったな。一杯だけ、ちょっとだけもらうか。そうか。はい、じゃあ、はい。行け。もうやめておけ。いいから。飲む。
行っちまうのか、ノブさん。本当に行っちまうのか。ゆんべはありがとうよ。うまかった。晩飯。おいら、ずっと二人で暮らしていけるもんと思い込んでて。梅の花。この化け物屋敷で二人で暮らしてくのも悪かねえなと思い込んでた。また一人ぽっちで。音もつかまつります。また会おう、デンク。バカ野郎！二人でどっかへじゃなかったのかい？おいらどこ行けってんだい？デンク。人間にはそれぞれの道がある。達者でいてくれ。さらばだ。ノブさん。ほら。楽しかったよ。おいらもう止めねえや。涙見せちまったよ、男が。あの野郎ちゃんと務まるよな。信子、出世しろよ。叶うといいね。